フラミンゴ目は、長考に分類される目。フラミンゴ化のみが厳正する。この記事では、主に唯一厳正するフラミンゴ化について解説する。全長80から145センチメートル。頸部は長く、頸椎数は19個。全身は赤やピンク色。フラミンゴという名称は、ラテン語で炎を指すフラマに由来するとする説もある。この灰色は、 食物に含まれるカロチノイド系の色素に由来する。一定の色彩になるまで、求愛行動や繁殖を行わないとされる。一度繁殖に成功したペアの内オスが複数により、色あせてしまい、ペアが解消されたという報告例もあるため、ペアを維持する役割もあると考えられている。くちばしは先端が下方に湾曲する。上くちばしは下くちばしよりも小型。くちばしの縁は、 串葉状になっている。孔子は非常に長い。後の間には水かきがある。第一子は非常に小型化。アンデスフラミンゴ族では書く。ヒナは灰色の綿輪で覆われ、くちばしが湾曲しない。ヒナのくちばしが特殊化していないのは、口述するフラミンゴミルクによる給仕を受けやすくするためだと考えられている。化石記録から起源は古いとされているが、 分類上の位置については、様々な説があった。1893年に提唱された分類体系では、ツルサギ目グレスアス内のベニズルアモク・ファニーコープテリとされた。1931年には、甲の鳥目に含む説が提唱され、近年までこの分類が踏襲されることもあった。1951年には、フラミンゴ類のみで本目を構成する説が提唱されている。 2000年代には、ミトコンドリア DNA などの分子系統解析から、カイツブリメの姉妹群とする解析結果が得られるようになった。一例として2008年に発表された、超高169種の核 DNA の分子系統推定でも、カイツブリメの姉妹群という解析結果が得られている。2005年に本目とカイツブリメで構成される系統に対し、 ミランドーナサスという名称が提唱された。この名称は、ラテン語で、驚くべきの意があるミランダと、古代ギリシャ語で、鳥の意があるオーナスに由来する、この二つの目が分岐したのは、約3300万年前である。このミランドーナサスの外側に、おそらく、かつてフラミンゴ化に分類されていた、死神魚の絶滅属、ユンシタルスス・ジャンキターススが位置する。 q オフラミンゴファニーコプタースラバーの亜種を独立シュピーローシャスとする説もある。以下の原生種の分類、英名は IOC ワールドバードリストに従う。和名は山品に従う。主に熱帯や亜熱帯の水辺に生息するが、アンデスフラミンゴ族は標高の高い場所に生息する。頸部や講師を伸ばしながら飛翔する。軽草や卵草、無脊椎動物を食べる。 浅瀬で採食を行い、採食時には頭部を下げて、くちばしを後方へ向ける。これにより上くちばしに水が溜まり、水を排水することで、くちばしの櫛葉に食物がこし取られる。小型種は、くちばしの形状の特殊化が顕著。大型種は、小型種ほどは、くちばしが特殊化しておらず大型であることもあり、水生昆虫の幼虫や、甲殻類、巻貝類なども食べる。 甲子を使って足踏みし、水底の沈殿物を浮かせて採食することもある。ヒナには多量のカンタキサンチンを含む、その他らの赤い分泌物を与える。この時親鳥は、自分の体内に含まれていた色素も与えるため、育数により色褪せてしまう。自然下では、アルカリ性の湖、塩湖などの特殊な環境にも生息、適応しているため、ほとんど捕食者がいない。 泥を積み上げた、塚状の巣を作り、一個の卵を産む。死ゆともに放卵、育成を行う。卵が食用とされることもある。舌も、食用とされたり、脂肪が、薬用になると信じられていることもある。工業による水質汚染、食用の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。特殊な環境に適応したため、環境の変化による影響も懸念されている。 一例として、ケニアのナクルでは湖に下水処理を行ったため、1980年にコフラミンゴの大量死が発生した。飼育下では一定の灰炉にならない限り、繁殖行動を行わないことから、繁殖が難しいとされていた。餌にすりおろしたニンジンやエビ類、キサントシアニンを混入するなど、一定の灰炉を保つための工夫が行われている。ピーラバーは、 アメリカ合衆国で1939年に、コフラミンゴは1980年に、ブロンクス動物園で初めて飼育家繁殖に成功した。ありがとうございます。